皆さんこんにちは。健康運動指導士の渡辺です。日々の継続が未来を作る、今から始めよう運動習慣。これからご紹介するのは、どなたにでもできる椅子を使った上半身のストレッチです。この運動は、同じ姿勢が続いて猫背になっている時や、首こり、肩こり、目の疲れを感じている時におすすめの運動です。ストレッチを行うと、筋肉や関節が動かしやすくなり、姿勢改善につながります。また、血行が良くなることで、疲労を軽くする効果が期待できます。さあ、皆さん、一緒に体を動かしましょう。さあ、それでは、上半身のストレッチです。ここでのストレッチは、硬くなっているところを動かしてほぐしたり、ゆっくりと伸びてくるといった方法で進めていきます。まずは指を絡めて、手のひらを前、ゆっくりと手を上に上げます。息を吸って伸びましょう。手を下ろします。もう一度、指を絡めて、手のひらを前、両手を上に上げて、肘を緩めます。左右に動かします。前後にも動かします。もう一度、息を吸って気持ちよく伸びましょう。手を下ろします。さあ、それでは首や肩周りをゆっくりと動かしていきます。足幅、腰幅に開きます。腰から背筋を立てて、肩の下に手を下ろしましょう。まずは左の肩が上、右の肩を下ろします。反対、右の肩を上げて左の肩を下ろします。繰り返しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。次にお尻を左にずらして、左の腕、肩の周りを動かすストレッチです。まずは左の肩の付け根、腕の付け根から内側に、次に外側に、繰り返していきます。1、2、3、4。次に肘や肩をもう少し前に出して、この肩を上に上げて、さらに後ろに引きながら肩回しです。繰り返します。1、2、3、4。次に指先を肩に乗せるようにして、肘の方向を前、そして上、次に後ろ、下、横に円を描くように動かしてみます。1、2、3、4。手を下ろします。次は右の肩です。お尻を右にずらし、右の肩、腕を下に下ろします。腕や肩の付け根から内側に、そして外側に、ゆっくりと動かしましょう。1、2、3、4。次にこの肘、肩をもう少し前に出して、耳に近づけ、さらに後ろに引いてみます。繰り返しましょう。1、2、3、4。次に指先を肩に乗せ、肘の方向を前、そして上、
後ろ下へと動かします。1、2、3、4、手を下ろします。お尻を元の位置に戻しましょう。手を肩の下に下ろし、両方の肩をぎゅーっと力を入れます。力を抜きましょう。もう一度、さあ肩を後ろ上前に脱力です。繰り返します。1、2、3、4。次に肘は胸の横に開きます。この肘を下後ろ上から前に落とすように、前から上ストン。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。次に首周りのストレッチです。背もたれのある方は寄りかかります。首を回しましょう。首周りの様子を確認します。ゆっくりと動かして逆回しです。さあお顔が下に向いたところからゆっくり顔を前に起こします。背もたれから背筋を起こしましょう。まずは左の手を椅子にかけ、右手は肩の下に下ろします。頭を右に傾けて、ゆっくりと右に寄りかかる姿勢をとっていきます。お腹の力を抜きます。頭の重みで左の首筋横が伸びてくるストレッチです。頭を右に傾けたままゆっくりと前後に揺らします。真横で動きを止めます。もう一度お腹の力を抜きましょう。頭が右に折りやすくなった感じはありますか？頭の位置はそのまま、お顔の向きを右下に向けます。左の首の後ろが伸びてくるように、お顔の向きを右や左に移動して、皆さんが気持ちいいと感じる角度に動きを変えます。伸びる角度が見つかりましたら、もう一度お腹の力、肩や首の力を抜きましょう。ゆっくりと呼吸を繰り返します。頭の位置はそのまま、背もたれに寄りかかります。背もたれに体を預けて、お顔を少し前に向けます。次は左の首筋斜め前側が伸びてくる角度になります。お腹の力を抜きます。ゆっくりと呼吸を繰り返しましょう。さあ頭を真横に戻し、お腹に力を入れて体をまっすぐに起こします。手を下ろします。次は右の手を椅子の横にかけて、腰や背筋を起こし、頭を左側に傾けます。全身左に寄りかかる姿勢をとりましょう。お腹の力を抜きます。頭の重みで右の首筋横が伸びてくるストレッチです。頭の位置はそのまま、ゆっくりと前後に揺らします。
真横で動きを止めます。もう一度お腹の力を抜きます。頭が左に降りやすくなった感じはありますか？頭を左に傾けたまま、お顔の向きを左下へ。右の首の後ろが伸びてくる角度になります。顔の向きを左右に動かして、右首筋後ろ側がよく伸びる気持ちのいい角度を見つけます。動きを止めて、もう一度お腹の力、首や肩の力を抜いて、呼吸をゆっくりと繰り返します。頭の角度はそのまま、背もたれに寄りかかります。背もたれに体を預けて、お顔を少し前側へ。右の首筋斜め前側が伸びる角度になります。お腹の力を抜きましょう。呼吸をゆっくりと繰り返します。さあ、頭を真横に戻し、お腹に力を入れて、体をまっすぐに起こします。両手を下ろします。両方の肩をぐっとすぼめて、肩幅を広げるようにゆっくりと下ろしましょう。次は脇腹のストレッチです。お尻を前にずらします。足幅を肩幅に開きましょう。手は頭の後ろで組みます。腰から背筋を引き上げて、まずは左の肘を上にします。左の脇腹が伸びたと感じたら、お腹の力を抜きましょう。ゆっくりと息を吐き切ります。お腹に力を入れて、体をまっすぐに戻します。次は右の肘を上にします。右の脇腹が伸びたと感じたら、お腹の力を抜きます。息を吐き切りましょう。お腹に力を入れて、体をまっすぐに戻します。両手を下ろします。さあ、次は前後の動きになります。肘を胸の前に合わせて、背中を丸めて息を吐きましょう。肘と胸を開いて息を吸います。深呼吸です。さあ、もう一度背中を丸めて息を吐いて、吸って胸を開きます。手を下ろします。次に指を絡めて拳を前、肩を前に出します。背中を丸めて後ろ、前後の引っ張り合いを意識しましょう。背中が気持ちよく伸びるのを感じてください。ゆっくりと息を吐きます。さあ、次に手を後ろで組みます。肩と胸を開き、肘を後ろに伸ばして、息を吸ってください。さあ、力を抜きます。 1,2 のストン。もう一度手を後ろで組みます。胸と肩を開き、肘を伸ばし、息を吸います。力を抜きます。 1,2 のストン。さあ、次はねじるストレッチです。肘を横に張り、腰、背筋を引き上げましょう。まずは左の肘が後ろ、次に右の肘が後ろ、でんでん太鼓のように背骨を軸に動かしてみます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 いかがでしょうか？背中周りの緊張は緩みましたか？さあ、次は
ゆっくりと伸びてくるのを待つというねじるストレッチです。足を揃えて左の足を右の足にかけます。股関節の痛む方は足を揃えるだけでも十分です。右の手を左ももの外側に置き、左の手は椅子の後ろどこかにつかまります。腰から背筋を引き上げてゆっくりと左にねじりましょう。お腹の力を抜きます。余裕のある方は右の手で左の足を内側に押さえたり、左の肩と肘をもう少し後ろに引いてみたりします。ゆっくりと呼吸を繰り返します。真ん中に戻しましょう。次に右の足を左足に乗せ、左の手は右ももの外側に置きます。右の手は椅子の後ろどこかにつかまり、腰から背筋を引き上げゆっくりと右側にねじります。お腹の力を抜きましょう。余裕のある方は左の手で右の足を内側に押さえたり、右の肩と肘を少し後ろに引いてみたりします。呼吸をゆっくりと繰り返しましょう。真ん中に戻します。足を下ろします。さあ、お尻を後ろに引きます。もう一度指を絡めて両手を上に上げます。息を吸って伸びましょう。手を下ろします。さあ、首周りや肩周りはすっきりしましたか？これで上半身のストレッチ終わりにします。お疲れ様でした。